皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、米中激突の最前線となろうとしている香港情勢について取り上げていきます。現在香港ではデモが行われています。このことは日本のニュース報道などでも短い時間ではありますが取り上げられています。しかしその取り上げ方というものは、あくまでもデモが行われ、それを徹底的に取り締まろうとしている香港警察といった構図で伝えられることがほとんどで、全体像についてしっかりと解説している場面は非常に少ないように私には思います。そこで今回は中国、香港、そしてアメリカといった動きなどを見ながら全体像をつかんでいこうと思います。それでは関連ニュースをどうぞ。金融センター香港に打撃、国家安全法で懸念広がる。中国政府が制定を目指す香港国家安全法が、香港の金融センターとしての地位に打撃になるとの見方が強まっている。一国二制度で担保された独立した司法システムなどが脅かされれば、投資マネーや専門人材の流出を招くリスクがある。中国共産党序列3位の李鄭州全人代国会議長は25日、全人代で国家安全法について立法任務を必ず果たすと表明した。早ければ8月にも香港立法会を通さずに成立施行する。外国企業が最も望んでいるのは香港の安全と安定だ。国家安全法は非常に限られた人にしか影響しない。香港政府のエドヤード・ワウ商務経済発展局長は25日、日本経済新聞のインタビューでこう強調した。香港各紙には同法を支持する中国国有企業の意見広告が大量に掲載されるなど、一大キャンペーンが展開されている。一方、進出企業からは不安の声が漏れる。在香港の法銀幹部は、どの程度自由が制限されるのかわからない、米中の対立が深まる中でタイミングが悪いと顔を曇らせる。在香港アメリカ商工会議所は、国際ビジネスの将来展望を脅かす可能性があるとの懸念を表明した。国家安全法は、国家分裂や政権転覆、組織的なテロ活動、外部勢力による内政干渉を禁止する。香港独立を主張したり、共産党の一党支配を批判したりするのが違法になる可能性がある。香港の前行政長官は毎年恒例の6月4日の天安門事件の追悼集会が違法になり得ると示唆した。香港は金融面で中国本土と世界をつなぐ役割を果たしてきた。厳しい資本規制がある本土と異なり、自由に投資できるためだ。香港中文大学の李高級講師は、国家安全と金融の関係は深い。投資家は香港が安全ではなく、政治の影響を受けると判断すれば、香港に投資しなくなると話す。同法は中国の国家安全当局が香港に出先機関を設置できると定める。ビジネス上重要な役割を果たしてきた独立した司法制度が揺らぎかねない。李氏は、権力のチェック&バランス、抑制と均衡が働かなくなれば、状況はさらに悪化すると指摘する。米中関係を一段と悪化させるリスクも現実味を帯びている。アメリカで2019年に成立した香港人権民主主義法は、一国二制度が損なわれていると判断すれば、香港に制裁を科せる内容。オブライエンアメリカ大統領補佐官は24日、この制裁発動を示唆し、中国が香港を乗っ取れば、香港がアジアの金融センターとしての地位を守るのは困難だろうと発言した。香港には大手投資銀行など、アメリカ企業1300社が進出し、うち300社近くが地域の統括拠点と位置づける。アメリカは一国二制度を前提に、香港の関税やビザ発給を優遇してきた。香港の調査会社ギャブカルは、米中対立が深まり、アメリカの制裁に直面した場合、香港の中長期的な影響力は低下する可能性があると指摘した。この1年、経済都市としての香港は揺れ続けてきた。大規模デモを受けて、アメリカ格付け会社ムーディーズなどが格下げしたほか、アメリカヘリテージ財団が算出する経済自由度ランキングで、シンガポールに首位を明け渡した。新型コロナウイルスはほぼ収束したものの、24日には国家安全法に反対する数千人規模のデモが起きた。市民の間で不安心理も高まっている。香港メディアによると、中国が国家安全法の制定方針を発表した21日夜以降、ネットの規制を回避できる VPN、仮設施設網のソフトウェアのダウンロードが急増した。
アジアの金融センターとして発展してきた香港の将来は暗雲が垂れ込めている。香港デモの中心人物の一人である周庭さんのツイッターを少し見てみましょう。中国政府による香港の完全破壊が始まった。昨日中国全人代が香港に直接国家安全法を立法することを発表した。これは香港の立法会で審議せず、中国政府が直接香港の成立を制定するということ。デモ活動や国際社会との交流などがこれから違法となる可能性が高い。一国二制度の完全崩壊です。今回の国家安全法は明らかに国際社会との交流を狙って作った法律です。過去数年間、香港人と国際社会とのつながりが増え、アメリカでは香港人権民主法案も可決。私が所属する政治団体デモシストは、最も国際連携の多い団体として、これから活動禁止されるかもしれませんが、諦めず戦っていきたいと思います。まず最初に押さえておかなければならないのは、現在の世界情勢のことです。なぜこのように中国は強行して香港を抑えにかかっているかといえば、今世界の目はそれぞれの国、自国内に向いているからです。その原因は何といっても新型コロナウイルスによるパンデミックのせいで、他の国に気を配っている余裕というものがなかなかないのが現状です。その中においても中国の動きに敏感になっているのはアメリカで、そのアメリカだけが今回の問題に対して非常に強い抗議を行っているのが現実です。例えば香港というのはもともとはイギリスの植民地でした。ですからイギリスがこの問題に対して非常に強く言うのならわかるのですが、新型コロナウイルスのパンデミックの影響であまり強く出ている印象は私にはありません。そのため以前総督を行っていた人物が、イギリス政府はもっとこの問題に対して強い抗議の声を上げるべきだというような意見を出しているぐらいです。さて、そのような世界情勢の中にあってもう一度振り返ってみましょう。現在香港に対する国家安全法を制定しようとしているのは大陸側の中央政府です。これまで香港デモが行われていた時、そのデモの対象となっていたのは香港政府に対してでした。これは香港政府が中国共産党の言いなりになって香港市民を弾圧するかもしれない、そういった法律などについて制定する動きを見せていたからです。しかし香港政府がそのような動きを見せると大きなデモが発生し、香港政府は機能を停止するようなことになりました。そして中国共産党の思ったような形では香港政府の動きというものは進んでいかなかったのです。そのように自分たちの思い通りにいかない中において、世界情勢が今混乱しているわけですから、今がまさに中国共産党としては動くのに非常に良い時期だったのです。そして今回の国家安全法というものは、中国共産党にとって都合の悪い動きについてこれを弾圧する可能性が非常に強くあります。そしてこの国家安全法というものを香港政府ではなく中国共産党の行っている全人代で行うというのですから、これは香港の自治を完全に破壊する行為だと言えます。ですから香港の人たちはこのことに対して抗議しているのです。しかし同時に今回の抗議というものが香港政府ではなく中国の全人代に対するものですから、デモの圧力というものを非常に加えにくくなっています。そのため香港の人々の不安というものはかつてないほどの深刻なものです。香港の人々は中国共産党の動きが非常に危険であることを訴えているわけですが、一方の中国共産党はこうした香港の人々の意見というものを大陸側には決して伝えないようにしています。例えば中国の国営放送などは今回の問題に対してアメリカが介入してデモを引き起こしているのだといったような形で、香港の人々が本意でやっているデモではないといった形で情報宣伝を行っています。そして今回の国家安全法に対して香港の一部の人々はすでに支持を訴えているといったような報道もされています。もちろんこれは中国共産党による情報宣伝工作なわけですが、しかし実際に香港においては中国寄りの人々がすでにかなり入っていることも事実であり、こうした宣伝工作を支援する人もいるということは事実として受け止めねばならないでしょう。しかし多くの人々、香港の人々にとってはこうした中国共産党が進出してきて内側から切り崩しているという事実こそが最も恐怖することなのです。このような中国側の動きに対してアメリカは明確に反対の意思を示しています。中国のこの動きが続いていけば、香港人権法というものを元にして香港に与えていた優遇などを取り去る、そして中国に対する制裁案などについても具体的に検討していかなければならないという話が出ています。
この制裁案については現在アメリカ本国の議会において話し合われている段階でまだ用意はされていないのですが、アメリカの議会が中国に対する警戒感を非常に強く持っていることは私のチャンネルの中でも何度か触れてきました。全人代において国家安全法が成立するようなことになれば、アメリカ本国における議会でも民主党、共和党、おそらくこういった党派を超えた話し合いというものが行われ、中国に対する制裁案というものは具体的に成立の方向に向かうでしょう。こうしたアメリカが制裁を辞さないという動きを見せたことに対して、中国は素早く反撃をすることをすでに宣告しています。アメリカは今回のデモを扇動している。そしてデモを扇動しているアメリカが何か中国に対して制裁を行うのであれば、その報復というものは避けられないといった具合にして牽制をかけているのです。しかし中国にしてみれば、香港はすでに自国領であり、これをどのように取り扱おうと我々の勝手だという、そうした動きを見せています。ですからアメリカがいくら制裁をちらつかせたとしても、私は引かないのではないかなと思っています。こうした米中の政治的な激突というものが避けられないのではないかというような状況において、日本は一体どのような立場にあるのでしょうか。それでは直近の菅官房長官の会見でどのような発言が出ているか見ていきましょう。官房長官、香港情勢に強い懸念。菅官房長官は25日の記者会見で、社会統制を強める香港国家安全法への香港の抗議活動に関し、強い懸念を持って注視していると表明した。関係国の動向を含め情報収集し、適切に対応していきたいと述べた。香港については、日本にとって重要なパートナーであり、一国二制度の下で民主的、安定的に発展していくことが重要だと強調した。この上で、中国側の賢明な対応を期待すると語った。同法の制定や新型コロナウイルス感染症の問題などをめぐり、米中両国の対立が深まっていることには、米中が安定的な関係構築を進めることは、地域と国際社会の平和と安定の観点から重要だと指摘した。香港に対する日本の姿勢を一言で言い表すとすれば、それは静観です。あたかも日本には関係のない出来事かのように、事態の推移を見守っていくだけ、そういった姿勢に見えます。しかしこれは明らかに誤った姿勢だと私は思います。同盟国のアメリカが、香港の自治がこれでは破壊されてしまうと抗議されている中で、なぜ日本はこのことに同じように歩調を合わせて、中国のやっていることは香港の自治を破壊する行為であると抗議できないのでしょうか。むしろ抗議すべき案件だと私は思います。事態の推移をただ見守っていくだけというのであれば、ああ日本はこの問題に対して何も言わないんだな、つまり黙認するんだなと思われても仕方ない面があります。今回アメリカが中国に対して抗議した際に、中国側はこれは国内問題である、内政干渉であるといったことを言っているわけですが、今回の問題に関してはそういった論理をまず無視すべきです。一体なぜそのようなことをしなければならないかといえば、香港の次は台湾だと考えることが必要だからです。なぜならば、香港に対してこのような強引なことをするその論理というものが、これは国内問題だから我々が何をやっても他の国は黙って見ていろというのですから、次は台湾に対しても同じ論理を適用する可能性が非常に高いのです。中国共産党にとっては台湾は我々の領土である、自国の領土である、国内問題であるといったような論理を使っています。香港でこれを許せば、台湾に対しても同様な強引な手法を行って、台湾をいかに自分たちの勢力圏内に収めるかというのを工作を激しくするでしょう。そのような事態になってから日本が慌てては遅いのです。香港ですでに始まったものを香港でまず抑える。そのようにしなければ次は台湾である。そして次は尖閣諸島であるといった具合にして、中国の増長というものを歯止めが効かなくなってしまうのです。ですから今のうちに香港の問題においてしっかりと抗議を始めるという行動こそが正しい外交姿勢だと私は考えています。対中国戦略においてアメリカと日本は共同歩調を取るべきです。現在のような様子見姿勢では全く間違った姿勢だと言えます。皆さんはこの問題についてどのようなことをお考えでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。